どうもこんばんは、眠れない男ゆうちです。少し動画の投稿が遅くなってしまいましたね。大変申し訳ございません。決してサボってタイマニー RPG のリセマラをしていたわけではございません。ええ、決して紅が決して欲しくてリセマラをしていたわけではございません。クソ！このチャンネルではガンプラや美少女プラムに何かするチャンネルです。そして今日は久しぶりのガンプラ作っていくのは、ガンダムファラクトを作っていきます。本当に久しぶりのガンプラですね。まあだがしかし、この俺の動画を見てくれている人たちは、美少女を作らない俺を見たら大丈夫なのかって心配されるのではないでしょうか。まあ俺理論でいけば、バカと天才は紙一重。そう、美少女とガンプラも紙一重ってわけですよ。どのプラモを作っても変態紳士予備軍。さあみんなも今日から変態紳士と、まあサクッと素組みをしてまいりました。いや、さすがガンプラ、美少女プラモとは違い、細かいパーツがなく組み立てやすく、しかも立たせるだけでかっこいい。美少女プラモばかりを作っている俺らからしたら、異世界転生をした人たちみたいな特典要素を感じる出来の良さだな。しかもこのプロポーションは、細長い体に対して長物のライフル、アーマードコアに出てきそうなかっこよさが、このファラクトの良さですよね。しかもこの機体、かっこよさだけではなく、その他にも色々なギミックがあるのですが、もういろんな人たちがこのレビューをやっているので、今さらこのユチがこの機体に対してレビューを行ってもつまらないと思うので、割愛。今日は久しぶりにミキシングをします。今日ファラクトとミキシングするのは、マックスファクトリーから出ているサーバインです。この機体は聖戦士ダンバインの OVA に出てくる機体です。だがユチよ、この間メタルビルドのサーバインを買っていたじゃないかって思う方もいらっしゃると思うのですが、あれは鑑賞用、これは実用用として作っていたんだけれどもね、作っていたんだけどさ、これ動かねえんだよ。俺はてっきり動くのかと思って買ったのに、こいつ動かないんだよ。これでは実用用としては機能しない。ならばミキシングさせて動かせるようにするっきゃねえよな。というわけで、今日はミキシングからバイストムエルの新たな物語を伝えよう。まずは分解。ファラクトとサーバインはこの同勇者のパーツセパレーターを使い分解します。傷がつくと後でヤスリがけをしないといけないので、できるだけ丁寧に分解していきましょう。まずサーバインの首を一度切り落とします。この時超音波カッターなどを使うと首元が溶けて曲がってしまうので、できる限り筋を残すためにクラフトノコを使います。切り取った顔は口元を切り落とし、口をファラクトに移植します。そのファラクトの頭部にはサーバインの兜をかぶせていくのだが、このままかぶせるのは少し難しいので、前のブレードアンテナを切り落とします。さらに頭部上部を全体的にヤスリがけをして、兜がフィットするように調整します。しかし兜を取り付けたら、やはりブレードアンテナが欲しいなと思ってしまったので、素組みして以来何もしていない30ミニッツのパーツを少し拝借してきて、大きめのブレードアンテナをファラクトの頭部に取り付けます。ここまでやると顔の形は整ってくるのですが、ほんの少し顔のバランスが気になるところが出てきます。そこがほっぺたです。横から見るとこのファラクト、真四角っぽい感じの形になるのですが、サーバインとの兜とは少し相性が悪い。そこで少しパテを盛り、顔を細長くします。さらに前から見るとこのほっぺたが丸いのが気になるんですよね。なので棒ヤスリなどで顔をシャープにします。胸部と腰はファラクトをベースにします。その胸部には先ほど切り落としたサーバインの首の頭部を全て切り落とし、エランがオーラパワーをしっかり引き出せるように、その首はファラクトの首元に移植します。さらに首周りには装飾が入っている襟を移植するために、いらない部分を超音波カッターでカットし、その後ヘアアイロンで形を整えつつ首元に移植していきます。これにより機体のパワーと品格を高めるってわけだ。胴体周りはせっかくなので、一部パーツはサーバインのパーツを使います。まずサーバインのこの腰パーツのいらない部分を切り落とし、その内面には本来ファラクトの腰パーツの関節を切り出し、内面に移植します。これで腰周りは完成。腕ももちろんオーラパワーを使えるように筋繊維を使います。まずは肩周りを作るために二の腕でパーツを分け、その後に肩周りの装甲をつけ、ミスターセメント SP を流し込み、アーセメを消していきます。そこから内面に関節を仕込むために、東洋アソシエイツの電動リューターで内面をきれいにしていきます。そしてここに仕込む関節はファラクトの肩関節。ファラクトの肩は C ジョイントになっているので、その C ジョイントになっている関節を細かく切り、関節の軸になっている部分を取り出し内面に仕込みます。
取り付けた後はしっかり動くかを確認しながら、リューターやヤスリで周りを整えていくってわけだな。さらに肩周りには同じく30ミニッツシリーズで使っていない C ジョイントを切り取り、肩に移植します。肩の裏面にはリューターで少し綺麗にしてから、対になる関節を仕込みます。この時、関節の大きさは可動範囲やプロポーションに影響してくるため、肩の高さと位置は慎重に決めた方がいいぜ。これで動く肩周りが完成ってわけだな。さらに肘にも関節を仕込みます。ここにはファラクトの関節では大きすぎるので、ストフリやジャスティスで使わなかった関節を小さく切り、サーバインの肘に埋め込んでいきます。肘は埋め込む前に超音波カッターで大雑把に切り、リューターで内面を整えます。関節を仕込んだ後はパテで形を整え、サーバインの膝で本来使うパーツを切り取り、肘に移植します。肘の関節を作ったら二の腕の取り付け、取り付けは簡単。3ミリのポリキャップを細かく切り、内面に埋め込んでいくだけです。肘から下の装甲はファラクトの装甲を使います。まず本来のファラクトの肘の装甲はいらなくなったので切り落とします。さらにこのまま使うと少しパーツが大きいので内面を削り取ります。さらにさらに肘に合わせてパテを盛り、フィット感を出していきます。ここまでやったらファラクトの腕の上部を持ってきて、ミスターセメント SP で接着します。あとは程よくジョイント用の穴を開ければ完成。肩のおかげで一気に騎士っぽいデザインになったな。足回りはまず膝からいきます。まず筋繊維がある膝を両サイドから切り出し、ミスターセメント SP でしっかり固定します。固定することができたら、膝の上部に棒ヤスリで段差を作り、ここにまたストフリやジャスティスで余ってる関節を貼り付けます。しっかり固定したら関節の接続部を可能な限り細かくします。そして膝上にはファラクトのパーツを使うので、関節が固定できるようにファラクトのフレームの内面を超音波カッターでいらない部分を切り落とし接着します。膝下には本当に適当でいいので、3ミリの穴になっているパーツを切り出し、膝の内面に取り付け、パテで周りを自然な形に仕上げます。さらに膝下のパーツはサーバインの装甲を使うので、膝の部分に3ミリの穴を開け、3ミリのプラ棒を通し固定し関節にします。膝周りの調節が終わったら足首にはボールジョイント型のポリキャップがはまるような穴を開け、はめ込んでいきます。さらにボールの方には結構前に作ったカードキャプターさくらの衣装の台座の根元にあるやつ、こいつがいいサイズのボールジョイントになるため、サーバインの足にはめ込んでいきます。ここまで来ると足全体のプロポーションが定まってくるのですが、膝の関節がどうしても見えてしまう。これがすごく気持ち悪い。ここにはサーバインの手首パーツを切り出し、膝に貼り付けます。ここはなかなか綺麗に貼り付けることができないので、隙間にはパテで補強します。ふくらはぎにはファラクトのパーツを使い、関節を隠していきます。ここもフィットするように超音波カッターで形を整えてから接着します。しかし頑張って調整してもなかなか形がフィットしない。そこはパテで表面を頑張って整えましょう。この時パテで表面を整えつつ、メタルビルドサーバインを参考にして、足首周りの装甲は一度切り落としてから位置をずらして再度接着します。このパーツの段差を作ることにより少しだけディティールが良くなります。これで一旦足回りは完成だ。いい感じだな。バックパックはファラクトをベースにします。まず内側を超音波カッターでカットして、サーバインのバックパックを取り付けます。このバックパック、サーバイン、いやオーラバトラーといえば、このオーラコンバーターと羽、これらを稼働させるためにサーバインの根元にはボールジョイントのポリキャップを埋め込み、アロンアルファでガッチリ固定します。そして羽の根元にはボールを固定して稼働できるようにします。小羽の1枚には3ミリのポリキャップを小さく切り刻み、なんとか根元に固定します。もう1枚の羽には美少女プラモの Z ランナーのこのボールジョイントをリューターで穴を開け仕込みます。さらに直角に90度横に軽く穴のようなくぼみを作り、同じく美少女プラモの Z ランナーの関節を仕込み、バックパックに取り付けられるようにします。これで関節とボールジョイントで稼働が可能っていうわけだな。これで完成ではなく、いじっていたらオーラコンバーターの上部を動かしたくなってきたので、一度根元で羽を切り落とし、根元の部分を程よいところでニッパーで切ります。そこに超音波カッターで縦長の形を切り抜き、足首の時と同様のボールジョイントをはめ込みます。ここも折れたりしないようにアロンアルファでガッチリ固定します。そしてバックパックにはポリキャップが埋め込められるようにリューターで穴を開け、こちらもアロンアルファでガッチリ固定します。
これでバックパックの完成。ここまでの大雑把な改造を一度見てみよう。どうだい、細身だけど筋繊維のおかげでどことなく力強いプロポーションになったような気がしないか。しかしここまでが大雑把な改造、まだまだミキシングはやらねばならないところがたくさんある。ここからはそんなちょっとした改造を見ていこう。まずは全体を見た時に気になったのがオーラコンバーターが小さいこと。なのでこいつには延長加工を施していきます。まずは 0.5mm のプラ板にコンバーターの外側を描き、少し大きめにハサミで切り取ります。切ったプラ板はミスターセメント SP にコンバーターに貼り付け、貼り付けた際の段差はパテで埋めて綺麗に仕上げます。これを下のコンバーター内にも同じようなことをやります。さらにバックパックのこの中央の部分が寂しいので、ファラクトのブースターを取り付けていきます。まずファラクトのブースターのフレームを切り、バックパックの上に貼り付けます。その上にブースターの装甲を取り付け、ブースターを取り付ければ簡単ディティールアップ。次に胴体、ファラクトの胴体はほぼいじっていないので、少しだけサーバインのパーツを切り出し横腹に貼り付け、オーラバトラーらしいディティールを追加。ふくらはぎは少し寂しいので、ここにファラクトの膝パーツを細かく切り、内面にブースターのフレームを取り付けてからふくらはぎの裏に取り付けます。これで追加ブースターの完成。次に装飾とモールド。まずは装飾、サーバインは金の装飾が装甲の外側に多く見られるので、それになぞって一部はパテを使い金の装飾を作ります。よく乾燥したらナイフを駆使して盛りすぎてしまったパテを削り、ヤスリで形を整えます。次に段差によるディティールアップ、二の腕やふくらはぎには装甲に段差をつけます。切り張りが難しい部分にはナイフで切り込みをつけてから、そこになぞってカンナ掛けをします。ある程度の段差ができたらヤスリで整えれば完成。これを各所いろいろな場所にやっていきます。次に追加モールド。追加モールドはデザインナイフで切り込みを入れたら、ウェーブの高値 0.1 ミリから 0.3 ミリでモールドを掘ります。この時結構表面が荒れてしまうので、モールドを掘ったら必ずヤスリ掛けをしましょう。さらに今回は 1mm のスピンブレードを使い、ふくらはぎや腕周りに貫通しない程度の穴を開けます。この時も穴を開けたらしっかりヤスリ掛けをしましょう。細かいディティールアップをしたファラクトがこんな感じ。コンバーターの延長はいい感じだったな。大きくなって見ていて迫力が増した感じがする。その他のディティールアップもいい感じ。そういい感じになってきたんだよ。いい感じなんだが、一つ気になる部分はないか。あるよな。そう、羽だ。こいつモールドも掘られてない、ただの透明なプラ板なんだよ。まあ綺麗に塗ればそれなりにいい感じにはなると思う。しかし何もモールドがないのは多少なりとは気になる気がしてきた。ここにモールドを掘るか、いや薄すぎて折れてしまう。ならパテを盛るか。しかしそれは時間がかかりすぎてやばい気がする。ふーん、そんな貴様にはとっておきの機材を用意したぞ。カイバー、それはなんだ？エレゴーの 3D プリンターだ。何？ 3D プリンターだと？はーん、なるほど。一枚のモデリングをして量産しようってわけだな。ふーん、そうだ。腕を振るうがいい、ユーギ。え？ん？どうした、ユーギ？俺、3D わからないぜ。ふーん、ユーギ。俺もわからない。まさか、買ったのに二人ともできないだと？これで一体どうやって戦えばいいって言うんだ。ふーん、こうなれば勇気、奴を呼べ、奴を。そうか。今できる最善の他力本願を発動したぜ。あとはいい知らせを待つだけだぜ。俺が作ったわけではないが、身内が作っているところを文字起こししてくれたので少し説明していくぜ。よーし、みんな目ん玉かっぽじってよく聞いてくれよ。まずは Adobe イラストレーターでデザインを行い、 DXF 形式で書き出します。この時サイズがわからない場合は印刷してサイズをチェックするといいらしいぞ。次は CAD ソフト、 3D CAD ソフトの Fusion360 に DXF をインポートし、簡易的なモデリングを行っていくらしい。最後にスライサーソフトにモデリングデータをインポートし、印刷用のデータを制作、出来上がったデータを USB に保存し 3D プリントするっていう流れになります。さあ最後はプリントするだけなのだが、
前準備にも結構プリントの影響が出てくるらしいので、聞きかじった程度だが、ちょっと準備をして、それでからプリントをしていくぜ。さて、準備は OK だ。プリント開始だぜ。どうなるのか楽しみだな。ああ、これ長いやつだ。やばいな。かくなる上は、トランザム！はあ。激しい戦闘だったな。この羽はこの後一度取り外し、よく洗い、その後ブラックライトでさらに硬化させていきます。固まったら先ほど使っていた羽の関節は取り外し、この羽に新たに移植。理想が現実になったな。完璧だ。しかもこの羽をプリントしている間に、なんと身内が剣と鞘までモデリングしてきてくれたぜ。この剣と鞘も結構重症で、延長加工やらディティールの調整が最高に面倒だなって思っていたので超嬉しい。というわけで今度は灰色のレジンを流し込み、ドラン！いい感じに出力されましたね。こいつのサポート材を取り外し、取り外した時少し欠けてしまった部分やうまくプリントできなかった部分はパテで補強します。そして剣と羽両方ともくっつけたのがこんな感じ。いいね、すごくいい。旗から見れば羽と剣を少しクオリティアップさせただけって思えるかもしれませんが、この少しがとてもいい。塗るのが楽しみになってくるぜ。と何事もなく綺麗にいっているようには見えるが、今映っているのはなんとか綺麗にできているのを撮影しているだけ。実は身内も俺も3D プリンターに関しては素人。プリントしてみると予期せぬトラブルに見舞われ、羽と剣が完璧に出来上がるのはこれから約2週間後のことだった。さて、大体完成したら一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装行くぜ。さあ、ここからは一気に行くぜ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。よく乾燥させたら、その上からミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを塗ります。その次に細かい筋肉繊維にはミスターカラーのカッパーでくすんだゴールドを塗ります。ブースター類にはスターブライトシルバーを塗り、その上から純色シアンを塗ることで綺麗な青メタリックブースターを塗ります。筋繊維やブースターをマスキングしたフレームメタリック1で内部フレームや武器類を塗ります。さらによく乾燥させたら関節部分にはマスキングをし、走行部分には一度サーフェイサーグレイを塗ります。その上からコバルトバイオレットを全体に青く塗り、パールホワイトにコバルトバイオレット、ローズディープレッドを少し混ぜ、青紫色のパールを全体に塗ります。この時端に少し青が残るように塗ると綺麗に塗れます。そしてこの色はマスキングをして再びコバルトバイオレットを塗り、少し暗めの色を塗り分けします。これを3層塗り分けしていきます。中央のコックピット、バックパックにはコバルトバイオレット、ピュアブラック、ローズディープレッドを混ぜ、暗めの青紫色を塗ります。その他の爪には一度サンシャインイエローを塗ってからピュアホワイトを塗ります。大体の装甲が塗れたら細かくマスキングをしてパールカッパーで装飾部分を金色に塗ります。最後に羽類やガンド類、オーラコンバーターの裏面にはブリリアントピンクの上から純色マゼンタを塗ってからプリズムパステルピンクブルーの順番に塗っていきます。羽や一部ガンドが輝いている部分には下地にエメラルドグリーンを塗り、その上から蛍光ブルーグリーンを塗ります。最後に根元の方に純色マゼンタを塗れば一旦ガンドは完成。羽の方にはこの純色シアンを塗った後に根元の方に純色マゼンタをちょっと塗り、紫っぽくしてからガンドと羽をプリズムパステルミントグリーンブルーを塗ります。どうだい、これで悪しきガンドの色は失せて、聖戦士としての正しい力を持ったファラクトの感じがするだろう。これで大体の塗装は終了。よく乾燥させたらマスキングを剥がしていきます。この瞬間がまたたまらない。黙々と剥がしてるのがたまに楽しすぎて撮影を忘れるぐらい楽しいぜ。マスキングが剥がし終わったら、ここからは筆などによる部分塗装。まずは墨入れ、パレホのゲームカラーインペリアルブルーで墨入れします。はみ出してしまった部分は水性なので水に浸した綿棒で拭き取りましょう。続いてはデカール、デカールは市販で売っているダークグレーを貼っていきます。ただ貼りすぎると気持ち悪くなってしまうため、貼りすぎには注意が必要っていうことだぜ。最後に装飾、湯沢屋で買ってきた 1.8mm のサファイアをタミヤエポキシ接着剤を使い、剣と鞘に貼り付けていきます。この材料はとても細かいのでピンセットが必須だぜ。さらにおまけにルビーも鞘と剣に接着、
これで装飾はバッチリ。細かい作業が終わったらトップコート。今回はパール塗装を活かしたいので、クリア3に対して艶消し1の割合で全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。エラン・ケレス、ガンバインファラクト、出る。今回のガンダム、いやガンバインファラクトの改造はいかがだっただろうか。動画では全ては映せなかったんですが、今年買ったヘアアイロン、ヒートガン、超音波カッター、そして 3D プリンター、これらを全て使った今年の集大成のようなプラモになってしまいました。でも年末は早いんじゃないって思うじゃないですか。そう思ってる間に年末来ちゃいますから。さて今日の動画もこんな感じ。実は俺もバイストンウェルの機体が大好きなんだよって思った方はコメントで好きなオーラバトラーをコメントしていってほしいぜ。ついでに高評価チャンネル登録もしてくれると嬉しいぜ。ふぅ、やっと終わったな。なかなか力を入れて作ったガンプラを1年ぶりに作っちまったぜ。もう一人の僕、相棒。今回は今年の工作集大成って言ったけど、つなげるために試した技術があるんだよね。ああ、3D プリンターはもちろん、今回は関節を仕込む作業。美少女以外は初めてだった。こいつを次回に生かしていきたいぜ。ということはとうとうあの金ピカを作るんだね。ああ長いこと棚に積んでいたあいつを作る時だ。それに
棚を圧迫してる一角でもあるからな。それでは次回のデュエルでまた会おうぜ。またな。たとえば今世界が消えちゃったらどうしようなんて到底考えられない。当たり前に浸ってる僕らはこの目で見て感じた痛みだけが全てなんだと笑ったら何も恐れずに